藤井美晴の人生片道切符。こちらの放送は乗り鉄旅好き藤井美晴の鉄道の旅を中心にお届けします。皆さんこんにちは。乗り鉄列車の旅が大好きな藤井美晴です。よろしくお願いします。こちらの放送はですね、日本全国 JR 線の踏破を目指し各地を旅した写真に大好きなミュージシャンのアルバムを BGM にして編集したフォト動画の紹介になります。鉄道好きはもちろんですが、国内旅行や一人旅に行きたい方、観光地の写真を見るのが好きという方もどんどんコメントや DM ください。お待ちしております。さて、人生片道切符ボリューム89の旅は、北海道フリーパスで巡る北海道一周の旅3日目になります。車では何度も来てる網走駅からスタート。今回は JR の最東端駅の撮影をしますよ。道東は父親の実家になるので何度も来ていますが、鉄道では初めてなのです。念願かなって訪れた先でのサプライズ、一体何が待っていたのでしょうか。2018年10月北海道フリーパスで巡る北海道一周の旅3日目、スタートです。
はい、2018年10月北海道フリーパスで巡る北海道一周の旅3日目、いかがでしたでしょうか。まさかのおばたちの途中乗車、びっくりですよ。してやられましたね。たった2時間の滞在なのに会いに来てくれたおばたちに本当感謝です。まあそのせいで札幌のホステルに泊まれなくなったんですけどね。にしてもチェックインの時間の締め切り早すぎません？久しぶりの札幌で寝カフェがあんなに増えていたことも知らなかったので、次回から札幌は基本寝カフェ泊まりと心に決めました。さて次回、北海道一周の旅4日目、札幌駅からスタート。とうとう台風到来ですが、ちょうど私の乗る路線は影響なく運行、それも私が進むと台風が逃げていくようです。函館嵐女の運命はどうなったのでしょうか。藤井美晴の人生片道切符、また次回の放送でお会いしましょう。